生まれは日本になる、はい、あ、そうです、日本で。あ、そっか。今、ね、ルーツのパレスチナがこういう状況になってるっていうのは、どんな風に感じてるんですか？そうですね、実際自分がパレスチナ行ったことなくても、うん、なんかパレスチナ人としてのアイデンティティはちょっと感じたりするところもあるので、やっぱ一パレスチナ人としてやっぱすごい悲しいし、なんだろう、自分は日本で平和に暮らしてるわけじゃないですか、なんかそこに対してのちょっと葛藤とかもありますし、あと一人間としてもやっぱ平和を望んでるので、やっぱそうですね。まあ、この景色見てても本当に世界のあちらこちらで戦争が起きてるとは思えないような状況なので。そうですね、結構同世代の子たちとかにもそういう話はするんですか？はい、いや、まあ、やっぱラップっていうのを通して初めてそういう話をとなんか届けたりっていうのが多いですね。直接的にそんな話はしないですね。今回の War & Death はいつ頃？10月7日にハマスがイスラエルにちょっと攻撃を仕掛けて、その後イスラエルが戦争状態になるっていうのになった後に、あ、これはちょっと取らないとなと思って1週間ぐらいで歌詞書いて、その後すぐ10月15日ぐらいですかねに収録して、その後すぐリリースしたって感じです。戦争血で血を洗いきれない血みぞろ、場所立場民族宗教かえくり返すホロコースト、撃ち込まれるミサイル遠のくピース、違う民族が殺し合う、いや同じ人間が殺し合う、立場味方で変わる正義と悪、幻想になり始める平和、ロシアウクライナイスラエルパレスチナ、次はチャイナ台湾沖縄、大義名分に伏す死者、ガザでは俺より若い奴が握る銃、俺は握るマイク、苦しむ神のいたずらに葛藤、また人が人を殺す、また人が死ぬ、また人が死ぬ、希望は閉ざされる奥底に、また人が死ぬ、また人が死ぬ、死体は積み重なる高らかに、また人が死ぬ、また人が死ぬ、綿菓子みたく軽い命の価値、繰り返される大惨事、また人が死ぬ、また人が死ぬ。ジンさん、改めて自己紹介をお願いしていいですか？はい、ラッパーのダニー・ジンです。最近パレスチナ人と日本人のハーフで、今年にデビューをして、活動をしています。今回のリリックは、はい、どういう思いで書き上げたんですか？そうですね、やっぱなんだろう、パレスチナの、惨劇を見て、やっぱその思うところだったり、そのパレスチナ問題だけじゃなくて平和っていうものについて共通している、なんだろう、平和について思うべきところとか、僕自身が平和について考えているところとかっていうのを落とし込めたリリックっていうのと、あと実際にそのガザの13歳の少年が少年兵として、お父さんが殺されちゃって、そこから少年兵になるっていうのを決めるっていうドキュメンタリーを見たんですけど、そういう実体験とかも踏まえながら、僕と人生比較したりしながらも、書きましたね。どんな比較をしたんですか？同じパレスチナ人なわけですけど、僕は日本にいて、彼はガザ、パレスチナで生まれて、僕は、歌詞でもある通りマイクを握って、自分の夢を置いてるけど、彼は銃を握って、いつ死ぬかもわからない状況にいて、そこの比較ですね。よく国際社会は誰ですかっていう質問をするんですね、取材中に僕は、はい、というのがまさにガザで取材をしているときに、はい、国際社会なんてどこにあるんだ、誰もこの問題を根本解決しようとしないじゃないかっていう
はい、リアドさんっていう男性でした。本当にそうだなと思って、10年前に取材した時の映像と、はい、今取材している時の映像と主張も景色もほとんど変わらない、うん、本当世界何やってたんだって。今最悪の形でこんなことになってしまっていて、仁さんはどう思うかな。そうですね、うん、やっぱ国際社会、うん、っていうのがまあ機能していないなって思うところ、まあ、国際社会ってそもそも何って話になっちゃうと思うんですけど、まあ、国連とかもやっぱ機能してないし、うん、なんだろうな、パレスチナの問題もずっとパレスチナがこう不当にずっと扱われてたから、こうハマスがやっぱテロしちゃったりっていう面もあったりすると思うので、うん、やっぱりなんだろうな、名ばかりの国際社会とか国際平和になっちゃってるのかなと思いますね。名ばかりのっていうのはどういうことですか。まあその一部のその大国のなんだろう、都合のいいようにだけ扱われている面があるのかなって。最初に今回の10月7日の一報を聞いた時はどんな状況で、どんなことをまず思ったんですか。まあたびたびそのハマスとイスラエルの例えばミサイルの撃ち合いだったりとかっていうのは、まあ、あったので、まあ、最初はまたその、まあ、その程度ってその規模って言ってもやっぱ死者っていうのは出るので、まあ、そう言ってはあれなんですけど、まあ、そのレベル感のことなのかなと思ったんですけど、まあ、そのなんか今までとどうやら違うなっていう、あのハマスがイスラエルの国境に割って入ったっていうので今回はなんか違うなと思って、でハマスが人質を取ったっていうので、あれこれちょっとまずいことになるんじゃないかなと思って、でイスラエルが戦争状態に入るっていうので、あの、まあ、パレスチナの心配じゃないですけど、これからなんだろう、起こり得ることをちょっと想像して悲しくなりましたね。そこからはどうでしたか。いやまあそうですね、そのまあ そこら辺からそのリリックを書くっていうのを決意して、まあ、1週間ぐらいかけて書いたわけなんですけど、その間にもやっぱ日々そのニュースっていうのが入ってきて、まあ、その映像とか子供がまあ亡くなっている映像とかっていうのがまあ流れてきたりして、まあ、なんとも言えないっていうか、まあ、同じ地球だとは思えないようなそういう気持ちになりました。人が死ぬっていうそのフレーズは、はい、何度も何度も出てくるフレーズですよね、はい、これはどういう思いで。寿命的な迎え方で終わるんじゃなくて、なんだろう、その殺されるじゃないですけど、まあ、殺されるっていうので人が死んでしまう。で人が死ぬっていうのはやっぱ僕の人生の経験上でも一番悲しいことで、あの、まあ、身内が死んじゃったりとか知ってる人が亡くなっちゃったりとかで、他人の死に対してすごいどうでもいいと思ってるのかなっていうのを感じちゃって、そのまあそれは日本でもその他のその国でもそうですけど、自分とか自分の身内が死なないから大丈夫ってわけじゃないと思うんですよね。やっぱそのいつ自分たちにその番が回ってくるかもわからないし、そういう社会を許していたら、でそれでその人が死んでいるのにもかかわらず、その結構日本ではそのなんだろう、イスラエルの行為を正当化する行為とかっていうのもたびたびちょっと聞いていたりとか見たりとかして、そのいやいや人が死んでるじゃんって、人が死んでるんだからもっと、いやまあ正当な理由があるよねって済まされるんじゃなくて、もっとその人が死ぬっていうことの重大さについてもっと理解しようよってっていうちょっと、まあ、憤りとか怒りとかっていうのがありましたね。それは仁さんがルーツにパレスチナがあるっていうのは、はい、日頃からご自身の中で意識したりとか考えたりするようになったんですか。そうですね、まあやっぱその小さい時からその日本人だとは思うんですよ。僕は日本国籍です。やっぱ日本のお母さんを持って生まれて日本で小中高とずっと育ってきたわけなので、でもやっぱりその日本人としてはどうしてもやっぱなんだろう、接しられないんですよね、顔とかがやっぱ違うから。ってなった時にやっぱ自分は誰なのか、まあ何なんだろうとか、何者なんだろうとか、なんで自分はじゃあ顔が他の人と違うんだろうとか、
考えた時に、まあ、あのパレスチナ人の血が入っててっていうのを聞いて、あそうなんだっていう、そのでそこでさらにそのパレスチナでは何だろう、不当にパレスチナが使われてるっていうのを見て、何だろうな、そこで何て言うんでしょうね、アイデンティティを感じるって言ったら変ですけど、何か一パレスチナ人として、なんだ、強く生きていかないといけないなと思って、その、うん、っていうのを思いましたね。やっぱ特にパレスチナ人って少ないじゃないですか、っていうのでも思いましたね。どうして強く生きていかなきゃいけないと思って、そのパレスチナ人だから伝えれることって絶対あると思うんですよ。もちろん僕はパレスチナで生まれ育ってるわけじゃないですけど、僕だからこそ語れることもあると思うし、もしここあの僕がこの状況に諦めて、あの、なんだろう、パレスチナ人っていうアイデンティティを例えば隠していきたりとか、そういう発信をしていかなかったら、うん、平和にならないんじゃないかなと思って、それはパレスチナも世界も。やっぱ僕は平和の上に行きたいので、やっぱアーティストとしてこういう活動ができるのは平和だからだと思ってるので、っていうのでやっぱそう思いますね。今どうしてパレスチナだけではなくて、はい、世界がっていうふうにおっしゃったんですか、はい、どういう思いからですか。まあやっぱそのシンプルにやっぱ人が死んでるの見たくないし、傷ついてるの見たくないし、それやっぱパレスチナ、まあ、どこの国にも宗教にも肌の色にももう関わらず、やっぱみんながその幸せに生きてほしいと思いますし、特にそのパレスチナだからってやっちゃうと、そのなんだろうな、いつか自分たちの番にも回ってきちゃうと思うんですよね。その一個の不条理っていうのを許してったら、その不条理っていうのが許される社会だと、いつ自分にその不条理っていうのが回ってくるかわからないと思うんですよね。まあ80年前はやっぱ日本が今のパレスチナの立場じゃないですけど、やっぱすごい惨事になってたわけで、っていうのを考えた時に、やっぱ自分がそうなりたくないっていうのも含めて、自分がその惨事に巻き込まれたくないっていうのも含めて、その平和な世界であってほしいなっていう思いますね。変わり果てた平和、また人が死に、また人が死に、希望は閉ざされる奥底に、また人が死に、また人が死に、死体は積み重なる高らかに。これからの、なんだろう、世界、まあ、特に日本とか手の作るのは若者じゃないですか。でもっと関心を持ってほしいなって思うんですよね。やっぱパレスチナとのハーフなんだよねって言っても、なんかパレスチナって聞いたことないとか、パレスチナってどことかっていうのも、やっぱあ、じゃあ知らないんだな、パレスチナ問題とか、パレスチナでの不当なその扱いがその受けてるとかっていうのも知らないんだなって思ったりとかで、やっぱ無関心って一番ダメだと思うんですよね。関心がないっていうのは、もうそれこそ何やったっていいっていうことになっちゃうわけじゃないですか、無関心だったら。
だからやっぱそこに伝えたいですし、あとやっぱそのヒップホップっていう僕が大好きなカルチャーを通してこれを伝えたいっていう、やっぱヒップホップ好きな人にも聞いてほしいですし。仁さんはご親戚も今回の攻撃で被害に遭ったり連絡が取れなかったり、そういう現状もあるんですか？そうですね、あの大体あの結構近しい親戚っていうのはその1948年のナクバで、僕のおじいちゃんもそうなんですけど、で、まあ、難民としてそのパレスチナからは去って、まあ、今も戻れてない状況なんですけど、そのおじいちゃんの姉とかっていうのはパレスチナに残ったりとかしたので、あのガザには比較的親戚ないんですけど、ヨルダン川その西岸地区でも最近はやっぱ入植者のその暴力とか殺人とかっていうのもやっぱあったりして、すごい心配ですし、被害にあったりとか、あと困ってる生活をしてないかなっていう、あのなんだろう、生活が制限されてるっていう面では被害に遭ってるって言えますね。お父様は今どんなことをお話しされてるんだろう？まあ、やっぱそのパレスチナがやっぱ平和になってほしいっていうのをやっぱ心から願っていますね。でもやっぱり同時にそのこの現状を改善することの難しさっていうのも多分分かっていて、この世界が動いてくれないことだったりとか、あと日本がその停戦決議にその棄権するのに入れたじゃないですか、そういうことに対しての不満だったりとかっていうのを言ってますね。今パレスチナにルーツのある仁さんっていう角度で聞きましたけど、はい、こう日本人としての日本のルーツを知っている仁さんとしては何を伝えたいですか？はい、やっぱ日本人として日本人として思うのはやっぱその過去の戦争の記憶、あの第二次世界大戦のこの惨劇をやっぱ日本は知ってるわけなので、これを繰り返しちゃいけないっていうメッセージはやっぱ発するべきだと思うし、その原爆とかっていう面から見ても、原爆投下があったっていう面から見ても、日本にしか発せないメッセージとかもあると思いますし、そのやっぱその平和を望んでる民族、まあ、国民国としてもっと考えていこうよってっていうのは思いますよね。今すぐにでも攻撃を止めないと、まだまだ犠牲者が増えていってしまいます。今すぐに止めるために何ができますか？何をすべきですか？まあやっぱ一個人で考えた時にやっぱ声を上げる、あの、まあ、政府とか権力とかっていう人たちに、まあ、声とか、まあ、行動をするっていうこと、まあ、それはデモです、デモだったりとか、僕みたいに曲を作るっていうのもそうだったりとか、それ以外にも例えばイスラエルの関連企業の商品を買わないとかもそうですし、っていうのがやっぱ個人個人でできること、声を上げるっていうことだと思います。でしっかりノーっていうのを言っている、言っていくっていうことで、やっぱ日本としてできることっていうのは、しっかりまずは停戦決議に賛成して、イスラエル政府にしっかりその停戦を日本は望んでいる、してくださいっていうのを言うことがまずは一番だと思います。愛が尊いのは周知の事実、愛が壊される痛み経験し、死ぬ者は皆無、戦車に石を投げる少年の気持ち分かろうとせず、蚊帳の外から投げられる石に生じるギャップ、繰り返す地獄フラッシュバック、広島で見た血の滲んだ服、幾千もの赤き血が黒くなるにつれバラは黒くなり、いざなかれる死への入り口、帰り血は英雄の証に、不都合虫決め込む先進国の民、点と点が線になり広がる戦線、時すでに遅し、青と白の国旗掲げたナチ、また人が死に、また人が死に、希望は閉ざされる奥底に、ま
人が死に、また人が死に、死体は積み重なる高らかに、また人が死に、また人が死に、綿菓子みたく軽い命の価値、繰り返される第三次、また人が死に、また人が死ぬ、また人が死に、また人が死に、希望は閉ざされる奥底に、また人が死に、また人が死に、死体は積み重なる高らかに、また人が死に、また人が死に、綿菓子みたく軽い命の価値、繰り返される第三次、また人が死に、また人が死ぬ。